では、おかみ特製タルタル、よろしくお願いします。お願いします。はい。ゆで卵、4つ。まあ、これ、あれだね、家庭の量なんでね。ゆうきさんがやるときはもうだいぶたくさんありますね、これね。もやほだ。うん。バチバチにやる気でやってくれんとね。もやほだよ。ゆうきさんでは、47歳ぐらいが、48歳からやつ、うん。何歳なんだろう的に。もっと若いんじゃないの？いやいやいや、そんな若くねえと思う。1個か2個しか変わらんと思うよ。本当に？うん。あれ私の近くなかった？知らんけど。これなんだね。フォークで潰すとちょうどいいんだね、これね。そう。ああ、なるほど、なるほど。うん。まあ、簡単じゃん。うん。まあ、うちの量だとこんな感じだよね、要は。うん。うん、まあ、業務用で使うんだとあれだな。イグさんが使うんだと、まあ、ひょっとしたら包丁でズザザって切ったら早いかもしれない。そうだね。うん。除菌してもらった方が。うん。フォークでね、うん、十字にシュシュシュってやれば。なるほど、なるほど。程いい大きさだね。程いい大きさに。おー、なるほどね。まあ、ご家庭の方がね、作る分にはこういうやり方が、そうね。見とってもやりやすそうです。こうやってやってから、うん。今度はこっちにギュッてやると、いいね。適当な大きさに、なっちゃうね。これぐらい、さっちゃんがやってくれてもよかったね。いや、いいよ。玉ねぎはあれだね。今日はこれ新玉だね。今日新玉だね。まあ、ひねでもいいんだよね。ひねでも、ひねだったらちょっと氷入れてガンガンに冷やした方が辛みが。氷入れて冷やすと辛みが抜けるとね。うん。芯はあれだね。これ結構、探し水しとる。つけとるだけ。うん。一回ギュギュってやって、うん。一回二回水変えてもそのまま。ああ、なるほど。うん。これで辛みを取っとるわけですね。うん。新玉はね。はい、新玉はね。多少ちょっとピリッとした方が美味しい。これに入るのは何が入りますっけね。材料ですか。はい、材料説明お願いします。ゆで卵。ゆで卵。玉ねぎ。玉ねぎ。これ玉ねぎ何個分ぐらい？これね、うん、今日新玉ちょっと小ぶりで、うん、1個半ぐらい。こんで1個半ある？1個半。ああ、なるほど、うん。まあまああるね。うん、ああ、なるほど、なるほど。はい、1個半。はい。卵4個に対して小ぶりの新玉1個半。うん、はい。今日ちょっと卵が多いかもしれない。うん、いいね。3つぐらいね。いつも3つぐらいね。うん。うん、さっちゃんが卵大好きで多めにしてもらってますね。はい。で、これと、あとレモン汁と、レモン汁、はい。ポッカレモンとかでいいですね。はい、いいです。うん、味の素。味の素。と、マヨネーズ。マヨネーズ。終わり。終わり。それを混ぜ合わせるだけであのタルタルなんですね。そうなんです。なるほど。うまそう。簡単です。マジかかるの？まあまあ、そうだね。しゃあなしだね。しゃあなしだね。いつもこれ、リコちゃんの仕事だもんね。なるほど。さっちゃんやんね。手伝いしてんね。助手やらん男だもんね。助手ポンコツだもんね。ポンコツと助手だって言ってたよ。全部入っとる。腐っとったら卵の匂いだね。俺、屁こったかや。自分で声たかどうかわからなくて。やべえやべえ。どんだけやねん。ちょうどあれも見たとし、おかしとしたんで。それやべえし、ほんと。はい、さらし水をしたった玉ねぎの水を切ります。はい、はい、でギュッとして、はい、ここで切っとるね。頼むよ。でもやりようがないじゃん。だけもういいんです。このまま、はい、まあまあ絞るね。そうですね、ギュンギュンだね。ギュンギュンですね。玉ねぎの水分をギュッと絞るね。リクさんたくさん作るならもう火にギュッとやった方がいいね。うん、そうね、家庭だと、そうね、付近やるほどの量。あ、これをリーフさんがやるかどうかは、まあ、知らんけどね。知らんけど。うん、まあ、知らんけど。知らんけど。うん。作ってはあげんけど。こんなめんどくさいことをリーフさんがやるかどうかな。リーフさん流の作り方で作っとるでね、今は。うん、ほらほら。うん。岡崎さん、何だろう、使ってる材料が違うわ。こっちは多分シンプルだと思う。カモン、シンプルが美味しいんだけど、どうなんだろうね、その、エリムちゃんのこと唐揚げに合うか合わんか分からんもん、ね。まあ、そうそうそう。うん。まあ、そこだわ。とかね。うん、そうそうそう。そうが入って。まあ、さっちゃんだとらっきょうとかね。ちょっとそうね。うん、ちゃらけてやりたいことをするんで。僕はでも、子供がいるよね。うん。うちではね。さっちゃん、日本カンクッキング。うちは小さい時からみんなが、これで、うん。全員食うもんね、これ子供の頃からね。子供というか、多分ね。うん、そしたら、うん、そしたらマヨネーズをにゅ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 
こういうのってあれだよね、勘だもんね、修行ね。どんだけって言われてもね。どんだけって言われても。見てくれちゃうしね。うん。うん、ちょっとお様子を見てね。なもんかな。味もだいぶ軽くなんだね。うん。ちょっとだね。ま、混ぜた具合で。まあ、ちょっと舐めてね。うん。硬いと、で、レモンちゃん。ポカレモンね。うん。あ、もう、ポカレモンもちょっとだね。ちょっと。うん、なるほど、なるほど。これのさ、配合で。うん。シャビシャビ具合がさ、まあ、分かる分かる、カルカル、うん、ね、まあ、あの玉ねぎからの水もあるしね、そうそうそう、その時の具合があるよね、具合があるもんで、あんまり多いと、うん、一応あれだもんね、これにパセポンとかも入れないしね、入れない、うん、入れない、もうこれだけだもんね、これだけ、これがね、あっさりでうまいのよ、意外にね、うまいのも足りんかったね、全然ね、うん、本当に倍ぐらいいると思うよ、これは主婦だよね、親子で、うん、僕これとはちょっと違うんでね、本当にプロに食べさせるなんて超嫌だよね、電気今降りてくるんだ、伸ばしたんだ、自分だ、嘘つきやあ、すいません、テレビの中の話ですね、もういいね、いい感じだったね、いい感じ、はい、ということでね、これで完成だね、要はそうだね、オッケー、ちょっと硬いからもうちょっと味、いいよ、こんにちは、味で、入り口の置くとこは、うん、味、やっぱちょっと味の素入れると緩くなるな、そうそうそう、ね、あの水が出る、うん、うん、そんなもんじゃないでしょうか、お味見先生、最高はい、合格、完成、出来上がり、いらっしゃい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 ませ、いらっしゃい、温度だよ、青だろ、今日もキムサッチャンネル見てくれてありがとうございます、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします、ではバイビー。